ありがとうございました。じゃあコメントね、コメントのコメントを読んでいきましょう。いや、切ない感が半端ないですよね。キスには。はい、ということでね、はい、なんと、はい、2000人突破しました。イエーイ、ありがとうございます。今年初の突破しましたよね。すごい。そういう風に言ってね、金融も、ね、とりあえず実現ですね。まあでもコメントね、正月あった、出来事やなんか気になる部分とかね、ちょっとコメント拾っていきましょう。はい。じゃあ、それのコメント。イエーイ。大丈夫ですよ。いくら大好き、高校決まんない。はい。でこかったわ。そう。いやー、出向いていきましたか。普段のすぐ隣なんです。今日。じゃあちょっと僕が北海道行きたいんですよ。間にね、ちょっとね、はい、皆さんコメントはめといてください。わかりました。はい、ちょっとお知らせに行きたいと思います。1月のスケジュール、年初スケジュールですね、見ていただきましょう。はい、1月12日から、12、飛んで14、15、16、17、18、18ない、19、20、21、22、ずっともうインスタイベント入っております。タワーレコードさん、メガドンキさん、メガドンキホーテさんでもね、ライブさせていただきます。まず渋谷店、明日ですね。で、明後日に、しあさって、渋谷店で、そこから15日日曜日はね、メガドンキホーテ綾瀬店、神奈川県ですね、こちらの方にね、来てください。で、タワーレコードモレラ岐阜店、そしてタワーレコード大阪店、近鉄バファッセ、もう愛知県続いて、次大阪アリオ八尾店でね、大阪、そして今日新発表のね、今日発表したドン・キホーテ新世界店大阪でもやるということです。で、そして22日最後にね、京都店、初京都です。この日ね、ぜひ京都の皆さんも来てください。じゃあそして次、最後のねお知らせもう一つあります。こちらです。1月26日木曜日 DMM.AL、とショールームライブ、やらせていただきます。こちらにね、僕たち、たくさんのね、まあ、なんかアーティストがいっぱい来られている中で B シャフルも出るということでね、会場が、マウントレイニアホールっていうところでね、渋谷でやらせていただきます。お時間を間違えないように、1月26日、開演時間が18時半からとなっております。ぜひ皆さん、友達、家族、親戚など誘ってお越しください。よろしくお願いします。お知らせはこちらで以上となります。ですかね、本当に一番後ろのところにこれでちょっと覚えてなんですけど、あ、そうですね、そうなんですけど、はい、もうちょっと聞きかしろ、そうです
の部分、そして今回はね、あの K-POP 調の曲、J-POP 調の曲、この2曲同時発売なんですが、 K-POP、 そうですよね、K-POP 調の曲とは全く違って爽やかな J-POP 調の曲となってますので、この曲ぜひ聴いてください。それでは聴いてください。 Winter Stars です、どうぞ。最後
曲はね、この曲で締めようじゃないかと思いまして、僕たちの2月5日に発売される5枚目のシングルの K-POP 調のキリキリダンスナンバーのダンスライカーのアニマルを今から最後に発表したいと、発表発売違う披露したいと思います。それではメンバー準備の方行きましょう。Let's go!